ます。Welcome to TGK Light Up TV。ということで今回は、ゴールキーパーの、まあ、初心者の子、あとは女子選手必見の内容となっております。題してですね、長くなるな、大世代が。ゴールキーパーでどんな服装で練習すればいいのっていうのをよく、まあ、スクールの保護者の方からもご相談いただきますし、まあ、あとはご相談いただくんです。はい。で、まあ、今日は、まあ、自分が普段してるゴールキーパーの格好を紹介しつつ、女子の選手特有の悩み、着替えですよね。自分とか小中男子のチームだったんですよ。小学校の時はクラブチームで、中学校の時はまあ女子のクラブチームも入ってたんですけど、サッカー部に一応ほぼほぼ幽霊部員だったんですけど、いろいろあってほぼほぼ幽霊部員だったんですけど、一応サッカー部だったんですね。なのでその時にまあ大体はね、トイレとか行って着替えられるのが一番いいんですけど、どうしてもこう時間がない時とか、早くこうパッて着替えないといけない時、ユニフォームとかアップ用のウェアからユニフォーム着替える時とかっていちいちトイレに行ってられないじゃないですか、試合とか迫ってると。でそういう時にどうやって着替えるのかっていうのをちょっと皆さんにね、多分やってるよっていう人もいると思うんですけど、初めてこうサッカー始めたりとかそういうシチュエーションになった時にわからない人もいるんじゃないかなと思ったので、そこをねちょっと今日は動画にしていきたいなと思います。いきましょう。やば、ちょっと待って、今気づいた、動画今これ連続で撮っとって2本目なんですけど、マイクがねついてんのに今マイクを接続してないことに気づいた。はい、どんな格好だよ。ですね、ここ前も言ってますが、撮影ブース2階になっております。ロフトのね、ロフトの上です。まずですね、通常バージョン、私結構夏でもロンスパにこう長袖のアンダー着ちゃう派ですね。もうこれで発汗していっぱい汗かこうっていう、走りたくないんでこういうところでちょっと痩せて、汗かいて痩せてこうっていう姑息な人です。はい。で指導中、今日はちょっと指導じゃないのでウェア着てないんですけれども、キーパースクールの指導中は大体こんな格好ですね。まあソックスはもちろん裸足じゃないですよ、ソックスは履くんですけど、まあ、ロンスパ、まあ、長袖アンダー、短パン、シャツで、これにまあキーパーグローブして指導してます。大体練習するときもこれでいいかなって。大体練習で怪我するところって膝とか肘とかなんで、関節部位ここですねが守られてれば基本的にこう擦り傷とかはあんまないので、まあ夏とかはちょっと暑いですけど、まあ練習着はこういうので基本的に大丈夫かなと思います。でも私フットサルの練習とかするときもそうだし、キーパーするときもできればサポーターつけたい人なんです。なのでちょっとつけていきたいと思います。で私が使用しているサポーターは、まあ、延長サッカーさんから出てるこの肘当てと、あと膝当て、これつけてます。肘当てはねすごく良くて、あんまずれないんですよね、この肘当て。なんか肘当てってこうずるずる下がってきて、こう何回も直さないといけないイメージあると思うんですけど、私これ S サイズ使ってます。 S って全然ちょうどいいですね、そんなきつくもないですし、この肘のところにしっかり出っ張りがついてるので守ってくれます。肘当てと、暑いなここ、はい。で、肘当てしちゃうわ。膝当てこれです。膝当てもこれ比較的ずれないですね。私ちょっと足太めの人なんで M サイズです。まあでも S でも入るかな、どうなんだろう。大体こんな感じですね、肘当てと膝当てつけて、普段は練習してます。で、まあ初心者の子とかは夏場はこの格好でいいんじゃないかなと思います。寿司三昧みたいな半袖、まあ長袖のインナーとか別に着なくていいんです、私の好みなんで。半袖短パンに
膝当て、肘当てさえしてればもう完璧にキーパー練習としてはイケイケの状態です。全然大丈夫です。で、腰のパッドどうなのっていうのをよく聞かれるんですけど、正直ですね、多分小学生の場合だったら必要ないとは言いませんけど、まあ比較的なくても大丈夫なんじゃないかなと。というのも、大体まずはこう横に倒れる練習からみんなスタートすると思うんですよ。いきなり飛べる選手ってなかなかいないですし、飛ぶことを求められないので、まずはこう倒れる時に肘打った、膝打ったっていう問題が出てくるので、それをカバーするために肘当て、膝当てはしといた方がいいかなって思います。で、例えば中学生とか、まあ、小学生の高学年とかになってダイビング練習がいっぱいあると、腰を打ちつけるような練習がたくさんあるってなった時には、腰にパッドが入ってるようなものとかはつけた方がいいんじゃないかなと思います。TGK 的にはね、あんま腰が痛くなった記憶がないんですよね、過去。だから腰のパッドはそんなに私的には必要なかった。なんでだろうな、多分腰に余分なお肉がついてるからそれがパッドになるんですね。あ、男の子は多分ここスッてしてるから痛いんだと思うけど、私そんな腰骨が当たって痛いっていう経験がないんで、ここに多分自前のクッションがついとるんで私は大丈夫です。で、まあ、夏は単純にこの上にピステとか着れば、夏にピステ着たら暑い。冬はこの上に単純にピステとか着たり、単純にこう私の今してる格好みたいに長袖のスパッツとか、インナーとか着たらいいんじゃないかなと思うんですけど、よくあるのがこの膝当てがまあずれてくると、よくありますよね、膝当てがずれる。その問題を解消してくれるのが TGK おすすめ、これスペシャルクラス、うちのスクールのスペシャルクラスとかで使ってて、またもう切ってない、だいぶ切ります。これですね、 HO サッカーさんの4分の3パンツって呼ばれるやつです。あの、要するに七分丈パンツっていうのかな。これめちゃくちゃおすすめです。ちょっと着替えていきたいんですけど、ここでズボン脱ぐじゃないですか。別にスパッツなんで正直見られてもいいんですよ、私ぐらいになると。別にスパッツ姿なんて、インナー姿もなんなら別に全然見てもらって構わないんですけど、何にも減るもんじゃないし。でも嫌な人もいるじゃないですか、見られたくないみたいな人もいるし、前のなんて見たくねえよっていう人もいるので、まあ、もちろん隠してね着替えていく方法を女子では身につけとかないといけない。そこで夏でもね、こういうパーカーとか持ってたら見られずに着替えられるわけですよ。要するに巻き巻きタオルの法則ですよ、巻き巻きタオル。こんな感じでピッと上上げてもらって、下ズボンこう引っ張って縫う。着替え用に夏は持って行ってもいいかもしれないですね。ちょっとよいしょ、これでこう脱ぐ。私もあの指導終わってから着替えるとき、講師たちとみんなと一緒に着替えるんで、まあ、大体ね、まあ、こういう方法で着替える、もしくはもうスパッツをさらけ出す。もう講師たちに申し訳ないけど。で、はい、4分の3パンツ履いていきます。待ってね、これ私履いてるのかっちゅう話なんですよ。今回ね M サイズ履いてます。で、これ結構ねタイトめな作りなんで、サイズ感はね皆さん買うとき気をつけてくださいね。あのでかすぎる分には多分キュッとすればいいんであれなんですけど、かなりこれタイトです。よいしょ、履けましたね。まあ、こうすればパンツも見られることなく、体のボディラインも見られることなく着替えられると、そういうわけですね。はい、こんな感じです。4分の3パンツ、あのパッドがね、何がいいかっていうと、まあ、腰にパッドが入ってるっていうのが一つと、膝にもパッドが入ってるんですよ。結構見ます、見えてます、見えてないですね。腰のパッドこんな感じです。結構厚みがあります、厚みがある、ふわふわです。で、結構ここの腰の根元から
もう膝のちょっと上ぐらいまでカバーされるような分厚いパッドですね。横幅も結構あります。で、もっと下向いてもらって、膝ですね。膝も結構広い範囲でカバーされてます。で、この4分の3パンツ履き方をね、よくね、スクール生も間違ってるんですけど、私が今日ちょっとクロスパンツ履いてるからめちゃくちゃ分かりにくいんだろうな。こんな感じですね。ここまでです、裾。で、これをこう長ズボンだと思って一生懸命ここを下げてる選手いるんですけど、ここ一生懸命上げてください。で、みんな多分すね当てとかしてると思うんですけど、こうこっちか、すね当てして多分ソックス履くと思うんですね。で、ソックス履いて、で、ここのすね当てのここあるじゃないですか。ここの上にこの裾が来ます。一番下のところですね。が、こういう風な感じで来て、そうすることでこうずれないんですよ、膝当てと違って。ここ膝当てだったらもうどんどんずれてくるんで、こう一回一回こう上げたりしないといけないと思うんですけど、これズボンでしかも結構タイトなんで、横にもずれないし上下にもずれないんで、これ確実に膝守ってくれるんですよ。これはおすすめですね。見てもらった通りパツパツです。私の足が太いのもありますけど、こういう作りです。はい、この4分の3パツマジでおすすめ。こんな感じですね。なんで、まあ、練習するときはこういう格好でもいいですね。夏とかちょっと4分の3で暑いけど、膝もしっかり守れるし、これだったら腰も守れるんで、中学生とかはこういった格好すごいおすすめですね。はい、ちなみにこれ今日 TGK が履いてるのは M サイズですね。 M サイズ、TGK の身長は168センチで、体重は正直あんま言いたくないんですけど、まあ60ちょっとぐらい、うん、で、まあ、こんだけしっかり履けるので、まあ、サイズ選ぶ時の参考にしてもらったらいいかなと思います。はい、っていうことで、あ、上の着替え方言ってないね。上女子、まあでも上はねみんな着替えてるだろうから分かるだろうけれども、 T シャツ上は簡単ですよ。いろいろやり方はあるけれども、首をパスって通して着ちゃえばいいですね。こう中で、この T シャツの中で腕をピュッと引き抜いて腕出す、で首外してポッとすれば着替えられます。はい、もうねこういう技術をねめちゃくちゃ学んだ男子のチームでやることで、本当に下着もね頑張ったら着替えられますけど、今日はいいでしょう今日はいいでしょうということで、こんな感じですね。はいはい、ということでね、キーパーのトレーニングの格好と、着替えの仕方ですね、やっていきましたけれども、ちょっともう暑すぎてめちゃくちゃ無駄に汗かいたけど、どうでしたか皆さん。まあ、キーパー練習ね、チームのウェアで別に練習するのも全然いいだろうし、でも痛いとかがあると絶対にうまくならないというか、うまくなるところまでいけないので、まあ最低でも膝と肘は守っといてもらった方がいいかなって、初心者でキーパー始めますってなった時に、何か揃えなきゃいけないってなった時には、肘当てと膝当て、これさえ買っとけば間違いないです。キーパーウェアで肘になんかふわふわってついてるのあるじゃないですか、あれでもいいんですけど、正直あれだとちょっと心細いですね、正直練習するときには。なので、まあ、肘当て膝当てがあればとりあえずは初心者の子は大丈夫かなって思います。で、まあそれでちょっとずつレベルアップしてきたら、腰パッドとか腰にパッドが入ってるような、まあ、4分の3パンツみたいなのを買ってもいいですし、膝ってどうせずれるのであれば、もう4分の3パンツをスポッと履いてしまえば膝も腰も守れますので、まあ、それに肘当てとかつけて、夏はね T シャツ上半袖で練習してもらったら暑くもないしね、やっぱ長袖で練習すると暑いので、それで熱中症とかにもなっちゃうので、まあ、そういうのをこう予防するためにも、キーパーのウェアどんなの着たらいいかなっていうのをちょっと参考にねしてもらったらいいんじゃないかなと思います。キーパー始めようと思ってる人たちは、まずまあキーパーグローブと肘当て膝当て、まずこれさえ持ってれば、今自分が着てるウェアで全然問題ないかなと
思いますので、ぜひぜひ参考にして、キーパー楽しんでくれ。ゲッ長く一人で喋ってるとね、バグってくるんだよみんな。はい、ということで、今回の動画参考になったよ、よかったよって思ってくれた人はチャンネル登録といいねお願いします。それじゃあ次回の動画で会いましょう。 See ya!